エリナでーす。やっほー。 こんばんは。まだオンラインお話し会してる人はしてるか、この時間ね。なんかすごい不思議な感じするわ。いつもだったらこの時間割とお話し会してるんやけどね。私今日がさ、珍しくてさ、なんかいつもさ、割とさ夜目やん。8分789とか678とかが多いけど、今回は123だったからさ、いつもだったらこの時間ね、まだねお話し会ねしてる。19日は遅いね、遅い、逆にね。19日は逆に稽古してお話し会って感じ。18日は握手会してお話し会って感じ。握手会して稽古って感じ。何言ったんか分からんくなった。 そう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 やで。ファ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 かもしれんけど、そう、リアルお話し会が18日にあります。Yeah. そうなんですよね。だから、ちなみに、投資だ。やばい、マジでやばい。本当にできる気がしない。5日しかないんやけど、私稽古参加できるの。やば。18とね、19のね、通し稽古はもう参加できないようなもんやからね、ほぼほぼ。参加できてないのと一緒なぐらいしかできんから。もう一生つき稽古同士始まるからね。やばい、時間なさすぎて笑える。あ、でも明日のショールームは夜やな、夜。そうだね、時間的に、稽古開始時間的に夜ですね。夕方までだ、明日は。早い。
待って、あ、オッケーオッケーオッケー、よしよし。なんかさ、こうやってもうさ、あって思った時にさ、明日のね時間をねやってね、アラームをね、あ、クマだ、アラームをかけておかないとね、アラームかけ忘れることはないんだけどさ、不安じゃん、思った時にねアラームをかけないとね。何事も、地道な走り屋さんだ、地道な走り屋さん、クマありがとうございます、ありがとう、イエーイ。不思議の国のアリス期間なんだね。これ一回のアラームで起きれるのかな。だって私一回のアラームなわけ、私はアラームめちゃくちゃかけますよ結構、うん、だいたい 1,2 個目で起きるけど、一応のためにアラームは結構鳴らす派です。鳴らす派か鳴らさない派かって言ったら鳴らします。鳴らしすぎて損になることはないからね。うん。そう、どうせ起きて止めればいいだけやし。そう、遅刻する方がなんぼし、なんぼしやばいから、全然なんか別に目覚ましをなんかかけ。なんだ、なんかかけまくってるのが恥ずかしいとかないからさ、そう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 、そう、やか普通に目覚ましをかけて、うん、かけてって感じ。あーね、かけすぎてね、確かに、あー、それも確かに確かにわかるかもしれん。でもゆなは逆に結構朝早い時とかだとアラームの2つ3つぐらいは、まあ、結構等間隔でかけるとするやん、5分起きとか3分起きとかはなんか予告みたいな感じ、そろそろ起きますよっていうのを2個ぐらいセットしといて、1個目なるじゃんね止めて、2個目なるじゃん止めて、3個目なって起きるみたいな、なんか自分が起きないといけない、もう何時に起きようっていう2つ3つぐらい前にアラームをかけて起きるよっていう予告をして、だからそれは止めるよ、まあ起きても起きたらちょっと早いよっていうだけであって、なんか止めても全然余裕、本当に起きたかった時間じゃないよっていうなんか予告用のアラームをかけて、 そろそろ起きろよみたいな感じにして起きるみたいなのも全然よくやる。そう、最初に 2,3 個は止めるっていう体で 2,3 個前に 2,3 個時間より早くかけて本ちゃんで起きるみたいなことはめちゃくちゃよくやってます。で、その本ちゃんの後にも1個か2個
かけてるかな。それを止めてしまった時のために、まあ繰り返しなるから、その元から停止しないと途切れないけど、でもとりあえず怖いやん、そんな何があるかわからんから。だからちゃんと止めちゃったりしちゃった場合の、そうためにって感じ。まあでも私は割と朝は潔いからな、本当起きるのに関しては。そう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 、なんか別にすごくっていうのがないから、割とそんな、うん、どうたらこうたらあんまないかも。そう、まああとは目覚ましが鳴る前に起きるパターンもあるけどね。そう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 、だからよく最近はマジで目覚ましかけてる前に起きちゃいすぎて本当嫌だ。なんか寝損した感じすごいするから、あんまりなんか嬉しくはないね。絶対もうちょっと寝れたやん、もったいなって思っちゃう。特にそれでなんか、あ、明日この目覚ましじゃダメやわ、もっと早く起きなあかんわ。あ、最悪、優雅に寝れ、ちょっと寝れるかなとか思ったけど、今日は朝早かったからもう絶対早く寝る。ってなると明日9時前には起きなあかんから、うん、眠いな。なんならワンチャンそのさ、その9時に起きてさ、家出るまでのさ、いや9時に起きてさ、ちょっとミーティングしてさ、その後のさ、何空いてる時間でさ、ショールームしようかな。いやでもする気にならんな、多分やっぱ台本読もうかな。迷うな、すごく中途半端やな、どうしようかな。ぼーっとするのもな、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。10時過ぎまでやから、10時過ぎから11時までのほんとちょびっとの間、わーでも台本確認しようかな。やっぱ年やから家出る前にちょっと台本をプルルルって全部見て家出ようかな。なんかやっぱ夜しようかな、ショールームは。いやーでもちょっと元気がないかもしれないしなとかって思ったら、やっぱ稽古行く前にするべきなのかなとか思ったり思わなかったり、どっちにしようかな。ちょっと迷っちゃうな。どうしようかな。まあ夜だな、夜にしよう。多分台本読んで準備したらもう家出なあかんとかってなるで、そうしよう。明日月曜日やね、1週間始まるわ、マジで早い。マジで早いよね、1
週間。あ、なんか変な音した。難しいよね、本当に。何が難しいか忘れたけど。もう本番や。よし、15分経ったから終了にしよう。ね。終了にして。台本を読んで眠いから寝るわ。今日は早めに。明日も9時前には起きないといけないからさ。今日はお眠ですから早めに寝たいと思います。マジで今日はゆっくり寝れそうな気がする。イエーイ。いいよね。よし、13位ナッティさん、12位ザク19733、11位ハギハギさん、10位マニャンさん、9位サームスさん、8位ハルタロウさん、7位リッキュさん、6位ヨカヤンさん、5位ヤングさん。報告したように舞台の新地行きます。さてお待ちしております。4位ロバさん、3位ヨッピーさん、にたかさん。そして今日の第1位は地道なシリアさんです。お話し会最高に楽しかったって、ありがとう。はい、そして地道な走り屋さん、くまさんと、ありがとうございます。ありがとう、イエーイ。じゃあというわけで明日は夜やるっていうことで、皆さん夜夕方どうだろう、まあそれぐらいのね時にやるよって感じで思っていただけてたら良いかもしれない。イエス。では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 、今日も見ていただいてありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。